今オフ FA 史上最大の目玉である不安外外野手26イコールヤンキースから FA の挙手が注目される中、アリーグ MVP を獲得したヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手32の無関心差に失望の声が上がっている。米メディア NJ.com は26日、日本時間27日に 元ヤンキース選手たちがアーロン・ジャッジと不安外の関係を疑問し、君たちは本当に仲の良い少年同士なのかと題して両者のクールな関係を報じた。今オフのジャッジはワールドシリーズが終わった10月30日以降、外とは一度も話していないとして先週報道陣に語っている。この発言を受けて、 いずれもヤンキースで元三塁手だったトッド・フレイジャー氏と元保守だったエリック・クラッツ氏は米ポッドキャスト、ファウルテリトリーに出演し、ジャッジが外の FA 残留に向け、十分な努力をしていないことに失望感を表明し、外との交渉においてもっと中心的な役割を果たすべきだとして進言している。フレイジャー氏は、ジャッジを交渉の場に連れていくべきだ。 外をヤンキースに残すためにあらゆる手段を講じるべきだ。私なら毎日電話するだろう。ねえ、もう一度話せる。元凶はどうなっているとね、少なくとも一度は試してみるだろう。ヤンキースはまだ君を愛している、とメールを送るんだと持論を語ったという。米メディア NJ アドバンスのボブ・クラピッシュ記者が事情を知る人物を通じて伝えたところによると、 ヤンキースは11月18日の会談で勇気づけられたという。しかし、オーナーのスタインブレナー氏はヤンキースの立場は全くわからないと明かしている。クラッツ氏はあまり深く考えたくないけど彼らは多分1年間でうまくいかなかったんだと思う。もし誰かを自分の息子のように思うなら、私はその選手にチームに残ってほしいとしつこく説得するよと熱く訴えている。 続けてクラッツ氏は、一年契約でやってくる選手の中には、一シーズンでそのつながりを常に築けるとは限らないのです。実際のところ、外の希望を知る者は誰もいない、とも話したという。ヤンキース OB らの進言を受け、ジャッジは外引き止めに人肌脱ぐのか、このまま生還するのか。